始まりました。山マチューブです。本日もよろしくお願いいたします。えー、いよいよですね、えー、私は渡、えー、米することになります。前回ね、ね昨日お話しした渡、えー、米直前の沖縄での試合の後に、えー、いよいよ本格的に渡、えー、米をすることになりました。えー、私が、えー 初めに住んだのはですね、LA ・ロサンゼルスのサンタモニカというね、ところになります、えー、そこに、えー、私と、えー、日本から一緒に連れて行った、えー、アビラックトレーナーと、えー、そして、えー、もう一人ですね、えー、ローコンさんというね、えー、方が今、いらっしゃいました。 え、向こうにですね、現地に、もう一人あの、西村さんというね、方がいらっしゃって、その4名で、サンタモニカの、え、アパート、マンションというのかな、そこにえ住むことになり、合宿生活を、ね、共同生活を送ることになりました。 でですね、まあ、あの、行く前もね、いろいろ知ったもんだね、準備も大変だったんですけども、まあ、本当にあの、その当時のね、私のマネージメントの、あのー、ね、えー、ね、あの、力だとか、周りのね、人たちの助けによって、なんとかですね、アメリカに行くことができました。それでですね、えー、 もう向こうに住んで、えー、まあ最初ね、アビさんがいろいろこう来るのに手こずったんですけど、えー、先にね、えー、我々先に入りまして、そこで環境をどんどんね、作っていってました。で、アビさんが来てから、えー、まずはですね、いろんなジムをね、あの回ってどういうジムがあるのか、いろんなところ、で稽古行きました。 で、アビさんが、えー、来たらですね、今度はアパートのマンションか、アパートかのリビングのところに、えー、マットを引いて、えー、昼間はアビ、えー、さんとマンツーで、えー、最初の初期の頃はですね、えー、明体のトレーニングをし、 朝はですね、そこはあのプールがついてまして、小さなジムもあったので、そこで走り込み、えー、トレッドミルなんかでね、走り込んだり、プールでね、心肺機能をね、高めるようなことを朝はします。で、昼は、アビさんと打撃の練習、アビさんとローコンさんと打撃の練習をして、で えー、夕方は、えー、ゴールドジム、ベニスの、ベニスビーチのですね、超巨大なゴールドジムのもう本当に、あのー、ね、あのー、発祥のね、場所ですからね、そこにあるすごいどでかいゴールドジムで体を、えー、鍛えたりですね、まあいろんなこのジム巡りですね、 えー、USC とかでもね活躍してプライドの USA 版の解説なんかもしてたあのフランク・トリックのジムとかね行ったりとかあとマチャードだとかマチャード柔術ですよね、えー、まあいろんなところ行きましたとにかくで、えー、まあとにかく私は東京で、えー、体がだいぶしぼんでしまってましたので。 えー、ゴールドジムでもとにかく鍛え直すというねことで体も作りながらスキルもしながらというような感じで、えー、朝から晩までね頑張ってましたでベニスのゴールドジムっていうのはほにでかくてもう朝、うん、出勤前のね人たちがもう朝の5時とか6時とかからもう超満員で。 もうすごいんですよね。あの、器具ももう、もうこれでもか、これでもかっていうぐらい、その全ての部位を鍛えられるんじゃないかというぐらい器具が揃ってて、もうね、体作りたい人にとってはもう天国みたいなね、えー、場所でした。物価もね、日本より、東京より高くないですし、肉とかもね、あの安いですしね、いい上等な肉がね。 ヘビー級が育つ環境としては素晴らしくいい環境だなというのが私の感想でございます。で、私もその順調に肉体改造もできててましできてってまして、あの、私はあの、肩がね、あの、昔からその強いんですね。握力も強いし、肩も強いし、日本人ってあんまりこのアームの部分ってこう、もっこりしないんですけど、あの、今もね、だいぶこう落ちてますけど、こう、 あのやるとすぐねあの肩が肩周りが僕胸よりも肩の方がねつきやすくなっちゃう傾向があってでですねあの向こうのジムなんか行くとそのねもう大型のボディービルダーとかわさわさいますから、まあ、さぞかしそのすごい重量上げてんだろうなと思ってこうチェックして回るんですけど意外とそうでもないんですよ。 もちろんすごいんですけど、すごいんですけど、日本のビルダーとかに比べたら全然すごいんですけど、でも意外とそうでもないですよね。なんでかって言ったら、やっぱりね、パワーリフター系の方が上げるんですよね。で、ボディビルダーっていうのはカットがね、どうしても優先になりますから、オフシーズンの時はね、バルクアップするのにね、なんでも食って、もう、高重量上げて、ガーッてやってますけど、でも、それでもね、カットが。 ね、優先なんで我々格闘家っていうのはそのアウターばっかり強いとインナーが弱いと人体すぐあの断裂してしまうんであのアウターも同時に鍛えながらやるトレーニングになってしまうのでどうしてもこう例えばベンチなんかではこう、えっと、ポジティブの方にみんな力いくんで。 ネガティブの方はパッとこう下げちゃう傾向があるんですけど実はそれをゆっくりこう意識してこう下げることでインナーも強くなっていくというね同時にそれを両方意識しなきゃいけないというのが、えー、格闘家のトレーニングなのでただねでかくしたいだけだったらねポジティブだけでもねあのー、いいんですよねカットだけっていうんであればねあとそれもあのー 高重量じゃなくてもその回数をやってしまったかっこいい筋肉を作るみたいなその代わりそういう筋肉は硬い筋肉になってしまうので筋持久力が伴わないそうすると筋持久力がない硬い筋肉というのはスタミナが、えー、な,くなくなるのが早くなり、えー、どうしてもね筋肉を維持させるにはその必要な えー、酸素だとかね栄養だとかそういうバランス良くないとダメなのでその筋肉量が強すぎるとですね、あのー、乳酸が溜まりやすい的なね問題が出てきてどうしてもバテやすくなってしまうということで体のの鍛え方っていいうのはでですすねね非常に難しいんです、ね、格闘家の体の鍛え方とねそういうビルダーの体の鍛え方っていうのはまず違います。ででそんな中で私は 肩強いもんですからあのシュラックトレーニングの中にシュラックって僧帽筋鍛えるね運動をするんですけどそのそこにあの専門のシュラック専門のあの鍛えるその器具がありましてでそれ僕気に入っちゃってそれをこう。 ワッショイワッショイやってたら、シュラックで360キロぐらい日本、日本のキロで言うと、もう僕はポンドなんですけど、360キロぐらいこう達成するようになったら、周りの大型大物ビルダーたちがもう度肝抜いて、なんだこの日本人はみたいな感じで白い目で。 えー、びっくりしたな顔して見られてたという記憶がねあの面白かったなという、まあ、そこにはハルク・ホーガンもね来てましたしねもう本当にあのいろんなハリウッドスターとかもうとにかくそうそうたるのが普通に来て普通に練習して普通に帰ってくるんですよねまあ非常に面白かったですねなんかこうワクワクしていつもジムに行くのが楽しかった思い出がありますね はい、意外とビルダーは高重量上がらないというねステロイダーなんだけど本当はねやればどんどん上がるんだろうけどその鍛え方がねやっぱり目的が、えー、筋肉球力強化ではなくて、えー、見た目のね、えー、重視ですからそこのところは大きな違いがあるとでパワーリフターっていうのは片やねいますよねでパワーリフターとボディビルダーが いたとしたら、格闘家の体っていうのはこれも中間ぐらいだっていうのがざっくりした私の皆さんに説明する時の言い方なんですよね。まあ,あの一概には言えないんですよね。一概には言えないんです。あの軽量級もいればヘビー級もいますから、えー、一概には言えないんですけどもざっくり言ってそんな心象そういう,う特色があるということは、えー、ね説明するときに。 言でですねあのまあそう,いうそ,うそういうのもね僕が散々トレーニングいろんな方法をね試してあのモルモットにしてきて体で、えー、痛い思いしてね失敗もいっぱい経験してきましたからなんでねこんなに頑張ってんのに人体切れんだよとかねあのその痛めんだよみたいな。 え、ことをいしながらもね、いっぱいやってきましたんでね。ただそれは、あの、ある時、えーね、どあの筋肉増強剤使ってる人間と使わない人間の差みたいなものとか、あとトレーニングのそういう、えー、使ってる人が通じるトレーニングとそうじゃない人があできる範囲のトレーニングっていうのは違うとか、そういったことがだん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 ね、あのー、長くやっていくうちに、 体を痛めながら分かってくるというねあの大体のジムのトレーナーなんていうのはあのマッスルフィットネスとかでボディービルダーがねよくインタビュー受けてるような雑誌の記事を読んで自分の知識にしてそれを一般人に教えたりとかして 一般人が成長しない、怪我してしまうっていうことが結構ありますよね。で、それを、あの、本人たちも、あの、モルモットにして、自分の体をモルモットにして、結果が出てないので、データがやっぱりないわけですよね。で、やっぱりそれを間違った教え方を、その受け売りで、一般の人にやってしまっても、一般の人は一向に効果が現れないということがよくあります。僕なんかも、ジムなんかも日本でもいっぱい行ってましたけど、 あの、周りでねあの、あの、ダイエットしたい女性とか、こう教え、あの、後釈垂れて頑張って教えてるんですけど、どん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 たくましい体にね、みるみるこうなってって、ダイエットしたいのに、お <laughs> モンスターになっていった女性なんか見たりとかね、ある時はね。で、ある時は、あの、そのトレーナーが、 あのその真似してやってもそのなかなか大きくならないんでで僕がこうトレーニングしてたら高重量扱ってるんでバーってきてどうやったらあの山桂さんどうやったらそんなあげられるんですか推しトレーニングの仕方を教えてくださいとかっつってね来たりとかねあ結構ありましたそういうの。でまあなんだこいつらプロじゃねえのかよとか思いながらもまあ、丁寧に私は。 えー、私なりの経験上の,うそのトレーニングの方法を、えーね、レクチャーしたりとか、えー、してたことがよくありますやっぱりあのね僕らはもう創世紀で MMA やってんで MMA やるのに結果を出したいということでもう全てにおいて審議体必死だったんですよね。で無差別級だしやっぱり体をでかく 強く、ええー、ね、筋有力も必要だでしたからねあの、あの最初の頃なんかロープエスケープとかね、あのありますから、あんなのされた日にはもうどんだけスタミナがあっても、ね、あの、ずる賢く試合する外国人選手が優勢になってしまいますからね、そういうんでやっぱスタミナとかパワーとか、まあパワーでね、絶対的に 外人には叶なわないにしても、それにどこまで匹敵できるかっていうのも挑戦しなきゃいけなかったし、今だったらね、MMA はスポーツに、競技にちゃんと認知されてきたんで、軽量級でもね、自分の好きな階級を選んで、そこで、ね、あの、そういう体づくりはバケモンみたいにする苦労をしなくても、ね、 ある程度でスキルを中心にするということが本来可能なんですがいかんせん今の日本の、えー、プロの格闘家とか見てるとフィジカルバカフィジカルモンスターフィジカル中心にこう技術が伴わないと欧米化しすぎちゃってしすぎちゃって日本人が一番重要視しなきゃいけない技術の向上が、えー、乏しい。 ととといいうのは僕が感じててるところですねあとトレーナーナも育っていないとなぜ育っていないかというとやっぱり追い込まれて、えー、現役時代生きてないのでやっぱり自分の階級で守られた世界の中での経験での話なのでやっぱり自分の同じ階級同じようなタイプを教えることができても、えー、ねあのいろんなタイプを育てていく。その 競技に合った、そのルールに合ったタイプを育てていくということでは頭が回らないんじゃないかなというのが僕の、まあ、感想なんですね。で、僕の時はもう本当にヘビー級でずっとやってきたんで、ね、総合でも言うてもそのライトヘビーまでだなと。ヘビーかライトヘビー。ライトヘビーっていうのが選択肢にあるんだったらライトヘビーだなっていうようなぐらいなんで、ライトヘビーってことは93ですから、 えー、実際普段は100キロぐらいあるような状態。なので、まず日本人の中では、もうパワーでは僕は負ける気はある時期からしなかったんですね。でもまあ、いろいろ減量だのなんだなって体のバランス崩して、アメリカに行って、またアメリカで集中しながらトレーニングを積んで、また、えー、ね、体を戻しながら、 えー、スキルもやりながら、えー、USC 世界王者に向けて、えーね、スタートしたということなんですね。でまあその体がね順調に戻りながらいろんなジムをこう行ってって探してってで稽古行ってってである時ですねハリウッドに素晴らしい充実家がいるという情報が入りまして。 まあそこねねていったんです、ね、そしたら、あのー、僕にとっては本当に、あのー、運命的な出会いで衝撃的な出会いだったんですねやっぱりずっと近年ですねジムを閉めてから僕の悩みが一つありましてやっぱりグラップリングのアイドリングをする 機会が減ったとということで私のグラップリング力が著しく低下していることがすごく痛感してたんですね自分なりにね。でジムやってる時の最大の良さがそのいろんな人間と肌を合わせてこう実験ができるいろんな骨格いろんなねセンスいろんなあのね肉体の能力 それぞれセンサー万別ですからそれを実験できたというのが振り返るとものすごく僕にとって重要なことだったわけですで。で、えー、やっていくうちにイマジネーションが膨らんで新しい技術構成なんかもできるようになっていってたんであの当時っていうのはどんどんグラップリングが進化しててその進化の過程がすごい面白かった時期だったんですね。 ところがジムを占めてから打撃系の方がえ指導者も日本では多いですし充実してましたし私ももうまあ季節ね若い時は精通してたっていうのもあるからこちそっちにどんどん浸水してまたはまっていったとっいうのがあって総合格闘家からしてみたらバランスが非常に悪い肉体的な低下でね えー、打撃に偏っていったということでこ,これが肉体も OK で打撃もこっちでグラップリングもちゃんとできてればねバランスいいんですがちょっと私にはそこがネックだったんですね。でまあ総合的に鍛えられるところがあればよかったんですけど僕が言ってた2005年。 2006年のあたりっていうのはまだですね、まあ USC 盛り上がってましたけど、その頃も。ただまだまだやっぱり今ほど、今ほどそこら中に MMA をあの全部行けばすべて習えるような環境っていうのはなかったと思うんですね。偏ってたと思うんです、アメリカといえども。で、コーチも、そんな広いですしね、まずね。 でそんな中でまあ贅沢言っちゃいけないのでまず自分に一番足りないグラップリング力の強化を自分のその MMA をやりたいその自分の身になって考えてくれる人が欲しかったんですそしたらですねそこの、えー、ショーン・ウィリアムスというね柔術、えー、家ブラックベルトの、えー、充術家に出会いましてそれがもうすごく教え上手な先生だということで評判だったんですね でそれを耳にして早速訪ねていったら本当にあに物腰が、えー、柔らかくてもう本当にナイスガイでそれで年も僕とねほ,ほぼほぼ一緒だったんですよ1個上ぐらいだったかなででですねあのすごく僕はその彼の柔らかいあの頭とその充実のテクニックに もう僕は、えー、もう虜になってしまいましてでそこからですねもうハリウッドにそこがあったんですけど、えー、サンタモニカの家を引き払ってハリウッドの、えー、ハリウッドの方に引っ越したんですねそのジムの近くにもうそこを中心にやりたいっていう思いが強くなっちゃったんでねでそのショーンはですねヘンゾ・グレイシー系なんですね でヘンゾ・グレイシー充実アカデミーがあのニューヨークにありましてそのニューヨークで、えー、一番初めにですねあの、まあ、ニューヨークのヘンゾのところていうのは300人ぐらい常備ねあのいるマンモスジムなんですけどそこであの、えー、住み込みしながら充実を習い ジジグレイシーってあんまりねあのグレブラジル人以外その当時本気で押してなかったんですよねでショーンはそれを盗んで盗んでで各世界王者があのアメリカ来るとそこに寄るんですよねでそれをみんなあのバッタバッタ腕折ったり足折ったりとかしていくんで誰なんだとあいつはとでだんだんなっていってヘンゾももうどうしようもなくなって初めて アメリカ人にブラックベルトを渡したという男がヘンゾーグレイ氏が認めた男が私がアメリカで出会ったショーン・ウィリアムスという、えー、充実家なんですねで彼は充実最高峰のムンジャルというね、えー、大会がありますけどもブラックベルトの最高峰のねその、えー、大会アメリカでやっているその大会を 毎年ですね、解説しておりまして、さらに、えー、あの UFC の、えー、GSP、ね、カナダの GSP の先生、充実の先生でもあるわけですね、えー。この辺のところはですね、またちょっと今日はね、もう20分経ってしまったんでね、えー、また次回に回したいと思います。 まあそんな感じで私の渡米したアメリカ生活が始まりました。はい。ちょっとこれシリーズでね、やっていこうと思ってますんで、ちょっとしばらくね、プロレス系のお話ではございませんが、ご了承ください。 えー、私はね、あのプロレスよりもあの現役時代はやっぱり総合の方が長くなっちゃったんでね、あのプロレスは前半の5年ぐらいで、あと15年ぐらいはね総合畑ですから、どうしてもね、総合寄りになってしまうことがあると思います。ただ、まあ、プロレスは5年間ね、また濃いね、その最初皆さん助走期間のね、 あの、売れる前の除草期間で使う5年間が、僕はもう最初からもうすぐ売れてしまったんで、濃い5年だったんで、その時代をね、ご存知の方はもう本当にね、あのー、そういう山県の話を求めてらっしゃるかもしれませんが、ちょっと私は今やってることもね、全部繋がってるってことを早く皆さんにね、あのー、お話ししたいんで、それで、ちょっとこういう感じで、あのー、 時系列というか、まあこういう感じで私の歴史を今話させていただいております。一回ね、一周したら、あの、またあの、いろいろ今度は、いろいろ知恵絞って、あの、またね、あの、そういう面白い話を見繕って話したいなぁとも思ってますんで、えー、どうぞその辺ご理解いただいて、ご一緒いただければと思います。えー、それでは。 えー、今日のところはこの辺でまた、えー、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。うん。